ブレーカーカが落ちて真っ暗なの、ね、うん大丈夫あの落ち着いてこれからちょっとあの説明するからとりあえず分電間のところまで行ってもらえるブレーカーには何種類かあると思うんだけど大きいブレーカーとちっちゃいブレーカーがあると思うんだけどブレーカーが落ちてるのはどのブレーカーあ大きい方のブレーカーねうんオッケー分かった分かったそのブレーカーはねおそらくねローデンブレーカーなんだけど開けてもまたすぐ落ちちゃうわけでしょそしたらねあの手順を言うからあの冷静になってやってみて。 そのね、ローデンブレーカーってね、場合によってはね、途中で止まってる時があるんだ。完全に落ちないのね。だからね、一度ガチャンって落としてみて。あ、落ちたね、ガチャンって言ったね。うん。その状態でちょっと待ってね。次に、小さいブレーカーを全部に、ね、一通りね、落としてもらえるガチャン、ガチャン、ガチャンと。全部、全部だよ。これで全部のブレーカーが落ちたことになってるよね。それじゃあ、これから手順を言うよ。まず、その、ローデンブレーカー、大きい方を上げてみて。今度上がったでしょ 次に小さいブレーカーを一つずつゆっくり上げてみて。まず1個目。上がったね。2個目。上がったね。3個目。あ、電気ついたでしょうん、よかったね、えー。次4個目。上がったね。5個目。赤ちゃん。あ、落ちたね。そのね、5個目がね、問題なんだよ。ちょっと待ってね。そうしたら、その5個目を除いて、 もう一度、ローデンブレーカー上げてもらえる上がったでしょそしたら、えー、その5番目以外のやつを全部上げてみて。6、7、8。これで全部上がったよね。あ、全部じゃなくて5個目以外は全部上がったよね。これで、電気屋さんを呼んでほしいんだ。あ、俺が電気屋だった。